これらを兄さんが飲むなら、私たち兄弟はお父様の財産状況調査を兄さんに一任する。ただし、その調査結果は公弁の対象となる。当然よね。75億分、私たちの取り分が減るように調整されちゃったら悲しいもの。原則的に文句は言わねえつもりだ。兄貴が綺麗にやってくれたならそれでいい。よっぽど露骨なことをしなけりゃ、俺たちはことを荒立てるつもりなんかねえんだぜ。俺たちだって早く遺産が欲しい。いつまでもグダグダして取りっぱぐれたくねえんだ。公弁された場合の再調査は誰がするのか。兄さんでいいわ。多分これが兄弟で合議する最初で最後の機会だもの。そんなことにはならないと信じてる。ローザもたまには言うわね。申し訳ないが、条件はまだ続くんや。条件5。この取り決めはお父さんの遺言状に優先する。後になってこの取り決めが保護になるような遺言が出てきちゃかなわんちゅうこっちゃな。入念じゃないか。なら質問だが、仮に本当に黄金が見つかった場合、どうするのかね。それに対する支払いを兄貴が済ませてる以上、俺たちは、本当に黄金が出てこようがどうでもいいことさ。俺たちの取り分は先払いってな感じになるわけだからね。夢があっていいじゃない。この島をリゾート化するつもりなんでしょ。その工事の途中でひょっこり黄金が見つかるかもしれないじゃない。条件に7をつけてもらおう。私以外の兄弟が黄金を発見した場合、速やかに私に引き渡すこと。ええ、もちろん保証するわよ。とても良い話じゃないか。私もお前たちとの関係が疎遠になっていたことには非常に心を痛めていた。この条件を飲むことによって兄弟間の関係が再び有効なものにできるなら、それはとても嬉しいことだよ。喜んで話に乗らせてもらおうじゃないか。喜べローズ、取引は成立だ。いやに素直ね。兄さんらしくもないわ。
それはひどいじゃないか。私に下心があるというのか。あるわけもないさ。お前たちと同じだ。ならいいんだ。じゃあ兄貴、ここにサインをもらえるか。今の話を書き出した俺たちの誓約書だ。人数分ある。同じ内容に全員がサインする。クラウス兄さんの提案した条件7ももちろん今から追記するで。安心したってな。兄貴、ペン使うか。実は、この取り決めを確かに履行するために、一点だけ修正を提案したい。ダメよ!もう決まった話よ!黙ってサインを!エヴァ、何を焦っているんだね?もちろんサインはする。お前たちに黄金の分け前、75億円分を約束する。親父殿の遺産分配の時、綺麗さっぱり清算することも約束する。だが、一点だけどうしても譲歩してもらいたい部分があるのだよ。何の話だよ。どの点が気に入らねえってんだ。分け前の1割、7億5000万円を即納する点だよ。お前たちの指摘通り、私の財政状況は決して裕福ではない。数々の先行投資によって、未来に必ず回収できると保証されながらも、今のこの時点では火の車であることは認めなければならない。つまり、今すぐに動かせる金は全くないということだ。私は無能で詳細の嗅覚も鈍く、お前たちの言うところの弱り目の私には、7億半も半年で動かせる力はないということだよ。そんなはずはないでしょ。いい加減なことを言ってこの場をごまかす気。遺産分配時に全て一括で清算する。1割を即納する条件を削除したまえ。それが私にサインさせるための唯一の条件だ。クラウス兄さん、この1割はな、あくまでもお兄さんの誠意を測る数字なんやで。本当なら取引の余地もない話や。そこを100歩譲った上で、とりあえず1割の誠意でこの場を丸く収めちゃるっちゅう大サービスなんやで。そう説明した上でそこを断るっちゅうのは、互いの信頼関係にちょいと影を落とすんとちゃいますか。お前たちは何を焦っているのかね。それとも何に怯えているのかね。ローザ、私にだけは教えてくれんかね。他の兄弟たちには内緒でこっそりと。別に私は。よせよ兄貴。俺たちは兄貴がサインするかしないかしか聞いてない。妙な勘繰りも交渉もなしで。ほう。私には交渉の余地もないと。立場が弱いのは私の方で、公平な関係ではないと、そう言いたいのかね。取引は公平な関係であるべきじゃないのかね。この取引は私にとっては、弟や妹たちと長いこと失ってきた信頼を取り戻し、兄弟愛を深め合うもの。それは私にとって、緊急に解決したかった心のしこりだ。
それが今日解決できてとても嬉しいと思う。だがお前たちもこの取引を急ぎ締結することがとても嬉しいんじゃないのかね。秀吉兄さん、あなたの会社非常に好調子だそうじゃないですか。トントン拍子で上場を果たし、業績も株価も右肩上がり、実にお羨ましいことです。うちの人の話は関係ないでしょ。だが株主たちに対する還元を怠ったのが悪かった。そして上場した時に足回りを固めきらなかったのもまずかった。気づいた時にはたちの悪い連中に自社株をだいぶ買い集められていたらしいじゃないですか。なんでそんな話知っとるや。秀吉さんと同じです。私に融資する人間などいないと裏を取れる程度に、私も秀吉さんの裏を取れるのです。そんな不思議があることはないじゃないですか。
ルドルフの方も最近は大変だそうじゃないかね。海外は怖いとよく言うが、本当にそうらしいな。アメリカの裁判は極めて感情的に決まる。彼らは外国人に寛大な判決など出しはしない。先方と和解した方が結局は安上がりになると弁護士に忠告を受けたんじゃないのかね。何の話？まあ仕事上のトラブルさ。大したことじゃない。金でケリのつく話さ。その通りさ。世の中なんだって金でケリがつく。失った兄弟の絆だって買い戻せるようにな。アメリカは権利侵害などにはうるさい国だ。だが金さえあれば何でも和解できる。資本主義万歳だよ。もっとも和解金は数百万ドルにも及びそうだとの噂もあるがね。ローザは清く正しい妹だ。危険なマネーゲームなどには手を出さない。だがお人よしな性分が災いしたんじゃないかね。連帯保証人は